はいはい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 TKZGT、高 ZGT と言います。今回はね、シュカさん、この将棋のね、代を、なんて言うんですか、これ。うん。わかんないんですけど、引いていきたいと思います。はい。いや、特攻ね、特攻ついてるんでね。いやー、絶対、手に入れときたいですね。いきます。まあ、最大100年ぐらいですかね。はい。いきます。早めに、できれば早めに。お願いします。ちょっとね、最近Y ポイント0付近になるんで、ね。よし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 。一瞬虹来たかと思います。なんか、ラグありませんでした、うん、なんか一瞬遅かった気がします。まあ、まずね、青を消して、ここからですよ。うん、いきます。うん、Sランク。うん、Aランクですね。はいはい。まあ、ここからです。ここで出します。お願いします。うんうん、大丈夫。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。うんうん。20連目です。やっぱ一回ね、一回挫折を味わえない。挫折じゃなく、負けをね、負け。負けでもなかったですけどね、さっきは。うん。ここで出します。よし。お願いします。お願いします。一回止まって。一回止まろ。まだ慌てるような時間じゃないね。大丈夫ですけど。早めに出てくるよ。ありがたいですから。喜べる。それだけ喜べる。お願いします。なるほど。まあ。でも、ここら辺ね。出てくるのが一番嬉しい。来た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 、え、これ、ほんと来た、起きたんじゃないですか、金も多い。これ来たんじゃないですかこれ、勝ったでしょありがとうございます。おー、秘伝書ありがとうございます。いきます。止まる。ありがとうございます、秘伝書。止まる。大丈夫です。止める。うん、大丈夫。あー、なるほどね。いやー、緊張する。はい、いきますか。いきます。お願いします。ダブルゼータ。ダブルゼータ。ダブルゼータ。お願いします。なるほど。まあ。残念があることでもない。まあ、特攻もついてますもんね。うん。なるほど。大丈夫です。まあ、この流れでね。もう、シカさん出せばパーフェクトと言わざるを得ない。あの、もう一人、青多い。もう一人の方も欲しいですけどね。あの、何でしたっけ。白者。白者じゃ全然ダメ違う。いや、名前を忘れましたね、完全に。陶器。違うな。名前何でしたっけ。止まらないと。あ、どうぞ！お、おる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 、溶けたい。お願いします、お願いします。ああ。全然また外れでした。家持ってなかったんですね。ああ。あら。ああ。まずいな。いやー、そろそろお願いします。お願いします！ありえない。ありえないですありえないっすよ。でもこれ金出るんですよね、確か。あ、出ないんでしたっけ。まあ、すべて開けるで出しちゃいますか。ええー。あんま出したことないんですよね、すべて開けるで。なので、いただきまーす。ありがとうございます、秘伝書。まずいですね。いや。でもね、大丈夫です。出す！ありがとうございます。これはまさかの結果です。ここいらで何連目ですか ?50 連目くらいですか ?60 連で。いや、いい結果ですよ、かなり。ありがとうございます。止まる気がする。いや、止まる気がしかしない。なるほど。ここっす！あー、ダメだ。ダメだ。いろいろダメだ。いや。待ってください。来たー来たー来た
勝ちました。これ信じていいでしょ。確率的にまあまあ赤をね、赤でワンチャン、赤からね、赤からも出てもいいんですよ。全然赤が止まってもいいんですよ。止まった。え、金ですかこれ。違うんですね。ああ、嬉しい。あ、嬉しい。ありがとうございます。あ、嬉しい。ありがとうございます。あ、これは嬉しいですね。ありがとうございます。これはね、特攻持ってる。いきますか。止まった。これ勝ったでしょ。お願いします。やったー。よし。いや、めっちゃいいんじゃないですか。ちょうどいい。すべてがちょうどいい。はい。早すぎず、遅すぎず。で、他の妖怪も出てくれましたし、結構。いや、めっちゃいいですね、今回なんか気持ちがいい。なんか、ハラハラ感もそこまでなかったですし、すぐ出て、もう戻っちゃうの、予防っていう、なんか、謎の不安、次が怖い不安とかもないですし。ほんとちょうどいいです。ありがとうございます。毎回これぐらいでね、毎回こんな感じのガチャお願いします。はい。ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。いや、この強いですよね。タップでデカプニを作り、周囲を消す。ダブルゼータ系のね。はい。ありがたいですし。で、デカプニを消すと自身の技ゲージが溜まる。で、変身スキル持ってて、自身の妖怪プニがデカプニで降ってくる。いやー、変身スキルのね、今いかに、変身スキルの条件見てなかったですね。まあ、デカプニを消すと、自身の技ゲージが溜まるんでね。いいですよね、これ。これを持ってるっていうのが、これを持ってるっていうのがもうすでに強い。いやー、ありがたい。プイチでね。プイチの今後の発展にもつながりますね、これ。プイチね、ダブルゼータ、あんまいないですからね。なるほど。ああ、もう3体目で。まあ4体目ぐらい。3体、4体、5体ぐらいですかね。45%。レベル1だと 45% ですね。なるほど。4以上のデカプニ。で、デカプニ。5歳児のデカプニを10個消すと変身するよ。なるほど。5サイズでいいんですね。5サイズ以上のデカプニを10個消すと変身か。10個か。まあ自身の、ね、妖怪プニがデカプニで降ってくるが16%は、これ逆だったらよかったんですけどね。10個ですか。まあ、いけるでしょう。いけますよね。いけるのかい。いけますよ。10個なんてあっていますよね。別に鹿さんじゃないですもんね。5サイズ以上のどのデカプニでもいいんですもんね。簡単ですよね。で、自身の妖怪プニがデカプニで降ってくるようになると。いや、これスキルレベル上げたいですけど、ちょっと上げすぎると、ちょっとなんか使いにくくなりそうな感じもしないでもないですけど、上げると楽しそうですね。まあ、様子見ですかね。まあ、どうですかね。とりあえず、ちょっとだけ上げるかもしれません。マックスにするのはちょっと怖いな。自身の妖怪プニがデカプニで降ってくるがいっぱいになっちゃって、まあ、技打ちまくれますけど、難しいですね。まあでも攻略とかで使うときはかなり役立ちそうですし。サイズ4以上のデカプニを消すと技ゲージがアップする。確率もね、上げたいですしね。これはスキルレベル上げたいですね。はい。はい。ということでご視聴ありがとうございました。いや、無事出てくれてありがたいですね、本当に。あと、豪傑のね。いやー、これもありがたいですね。はい。スキルはつながり、これはありがたいですね、本当に。これスキルレベルマックスにして、攻略に使う、ちょっと使いにくいか。フィーバーゲージアップとかだったら絶対上げてたんですけど、まあちょっと使いにくいですね。まあ必殺技も攻撃力アップなんで攻略向けではないんで、
まあちょっと使いにくいですけど。まあでも普通に、そのね、G 技の攻撃アップってことですよね。うん。それだけで価値がありますよね。まあまあまあ、でも、うん、どうなんでしょうね。技レベル最大にしたとき、うん、マゼラボルトとどのぐらい効果が違うかによりますけど、うん、同じではないですよね。同じなのかな。どうなんでしょうね。まあでも、つながりやすくなるのはいいですね。まあまあでも、まあ上げないですかね。今回のとこは、敵へのダメージアップ、敵からのダメージダウン持ってるんでね。まあこれだけでありがたいですね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。で、今回はかなりいい結果だったんじゃないでしょうか。アイポイントもね、残せて。いや、次回のイベントに向けてね、しっかりアイポイント貯めていきたいと思います。いやー、よかった。嬉しいですね。ゲートイベント、頑張っていきたいと思います。はい。よし、ありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。